ブラバム BT60 は、ブラバムが1991年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミューラ1カー。セルジューリンランドが設計した。1992年は BT60 バイトを使用した。BT60 バイトはブラバムにとって最後の F1 マシンであり、1961年にジャック・ブラバムとロン・トーラ・ナックが創設したチームの30年に、 及ぶ歴史はこのマシンによって締めくくられた。1991年にブラバムはヤマハと契約し、V 型12気筒のオックス9 9エンジンを搭載することになった。開幕2戦は BT59Y で戦い、第3戦3割の GP から BT60Y が投入された。ジャガーから WSPC に参戦していたマーティン・ブランドルと、 ルーキーのマーク・ブランデルがドライブした。BT60 はハイノーズを採用したがノーズは扁平な楕円型でフロントウィングを中央一点で喧嘩する独特の形状となった。インダクションポッドは BT59 の T 字型から楕円形のペリスコープタイプに変更された。ヤマハオックス99はチームにとって待望のワークスエンジンだったが前半戦は シャーシとのマッチングに苦しみ、完走率が低かった。後半戦は予備予選に回ることになったが、ブランデルがベルディ GP で6位、ブランドルが日本 GP で5位に入賞し、チームは3ポイントを獲得。コンストラクターズランキング10位でシーズンを終えた。ヤマハエンジンは1992年に上段へ供給されることになり、ブラバムとのジョイントは1年限りとなった。 1992年はヤマハに変えて、V 型重機等の JAT-GV エンジン搭載した BT60 バイトで参戦。マシンは当初は、コンと白のカラーリングだったが、ティレルと同じで紛らわしいという理由で、第8000フランス GP からノーズが紫色、ボディが青と水色という最ケでリックなカラーリングとなった。 開幕時のドライバーはエリック・バンデ・ポールと中谷昭彦が予定されていたが FIA が中谷のスーパーライセンスの発給を認めなかったため代わりにジョバンナ・アマティが起用されたアマティは史上5人目の女性会一ドライバーであったが予選通過もできず資金持ち込みも行えなかったことで解雇された第4戦スペイン GP 以降はルーキーで後に世界チャンピオンとなる デーモンヒルがドライブすることとなった。1992年イギリス GP で BT60 バイトをドライブするヒル。1992年はチームにとって悲惨なシーズンであった。バンデポールは開幕戦で13位完走した後はすべて予選落ちし、アマティに変わったヒルもイギリス GP で16位、ハンガリー GP で11位完走した以外は予選落ちした。 イギリス GP 以降は、ヒルの一大体制で参戦を続けたが、チームは、資金難のため、第11戦ハンガリー GP をもって、海一から撤退した。BT60 バイトはブラバムが製作した最後の F1 マシンとなった。ありがとうございます。